願いします。お疲れ様でした。ありがとうございます。まずご感想お願いします。いや、もうとにかく勝ちたかったんで、1年半ぐらい勝ってなくて3連敗したんで、もう試合前はとにかく負けるイメージしかなくて、練習中もずっと今まで自信持っていけたとこいけなかったりとか、もう本当自分との勝負だなと思って、今日セコンドに会ったみんなセコンドもものすごい緊張してるのが伝わってきて、俺も緊張してるしセコンドも緊張してるし、うわーすごいな、やっぱ、まあ、とにかく勝ちたいなって気持ちで、まあ、伝えて言いたいこともあったし、まあ、今本当勝ててほっとしてます。はい。ご家族の方とはお話もされました？はい、娘と会って抱きしめました。勝って、応援してくれて、大きな声で応援してくれてたんです。娘さんからは何か言われました？いや、もうおめでとう、ずっと欲しかったライジンの勝利者トロフィーを娘にプレゼントしました。今川尻さんの中では一回ほっとした感じにはなってるんですか？はい、そうですね。もうほっとしたのが一番ですね。もうとにかく負けられない戦いだったし、伝えたいこともあったんで、もう何が何でもっていうか、まあ僕はもう本当それしかできないんで、必死に勝つ姿を見せることしかできないし、本当みね、見てる人はつまんなかったかもしれないけど、とにかく本当勝ちたかったですね。はい、勝ててよかったです。まあ、前回負けた時にちょっと心が折れそうな時もあったと思うんですけども、はい、今回の試合を経て今後はどうしていく？今後はもう勝って、まあ本当に久々に調子乗ってやろうかなと思ってるんで、もう代表にも直接行ったけど、7月30日の埼玉スーパーアリーナももう出るつもりでいるんで、ぜひこれ見てる人全員ツイッターとかで榊原代表に川尻出せっていうリプライを一人3回ずつやってほしいと思ってます。全部出ます。今年7月も秋も年末も全部出るつもりなので、暑いですね。来日暑いし、すげえ選手いっぱいいるし、すげえ楽しいけど、やっぱり俺もそこの一員、やっと一員になれたと思うし、まだまだくたびれるわけにいかないんで、来日に俺が必要だろっていう気持ちでどんどん7月もアピールしていきます。ご質問ある方、挙手をお願いいたします。1ラウンドはガードの中から殴る展開が多かったと思うんですけども、はい、ここがある程度固くいこうっていうのはありましたね。いや、まあとにかくあんまコツコツやりたくなかったし、まあ、相手もラバーとかね、下からの逃げ得意かなと思って、とにかく頭上げて思い